普段は意識しないかもしれませんが、体の大半の部分には毛が生えています。おへその中にまで生えているんですよ。おへその体毛の目的は糸くずが奥に入らないようにするため。ほら見てください。人間の髪の毛はたった1本で 100g の重さを支えることができます。ちなみに 100g とはチョコレート2枚分。人間の髪の色は遺伝子によって決まります。生まれつき赤毛の人は人口の 2% 以下で、金髪は約 3%、 さらに茶色っぽい色の髪が約 11% と続きます。そして大多数の人々はトゲ茶色を含む黒髪をしているんです。髪は特定の長さで成長が止まります。通常2年から7年間伸び続けるので、106センチ以上にはなりません。しかし髪の長さの記録を持つ中国のこの女性の場合は異なります。2004年彼女の髪の毛の長さは 5.6 メートルに達しました。髪は年齢とともに自然な色を失っていきます。これはケラチンに補給される色素が減るため。そして年を取るにつれて毛包の色素細胞が徐々に消え、色が薄くなっていき、最終的に色素が全く出なくなり白髪になってしまうのです。人体で血液から栄養分を得られない唯一の部分は目の角膜です。でも代わりに涙や目の周りの液体によって供給されています。人間の目は車のエンジンに似ていて、適切に働くためには様々な液体が必要です。エンジンにガソリンが必要なように、目には涙が必要です。そしてうまく機能するために、涙は目全体に分散されていなければなりません。そのため1日に最大2万回も瞬きをしているのです。車で例えるとまぶたはワイパーのようなものです。人体には超高速で動かせる筋肉が2つあります。それはまぶたを閉じるための筋肉。これは人体で最速の筋肉なんです。目は傷つきやすく、保護されなければならないので、反射が誘発されると約100ミリ秒以内に目を閉じます。つまり 0.1 秒以内に閉じられます。人間の目で認識できるのは紫、青、緑、黄、赤だけです。他の色は全てこの3つの組み合わせになっています。人間の目がいくつの組み合わせを見ることができるのかを計算することは不可能です。なぜなら一人一人視覚がわずかに異なっているからです。でも平均して約100万色になります。色を区別できない色覚異常の人の割合は男性の約 8%、 女性は 0.5% になります。でも色そのものが不安定で主観的なのです。複数のテストによると、地理的な場所、言語、性別などの多くの要因に応じて人々は色を違った感じ方をしていると言われています。友達と同じ夕日を見ていても全く違う色を見ているということになるのです。人間の目の色は指紋のように一人一人異なり、光の感じ方に影響を及ぼし、物の見え方も異なっています。この仕組みを理解するには、目の色がどのように決まるか理解しなければなりません。眼球の色のついた瞳の部分には色素が含まれていて、それによって目の色が決まります。人の目にはそれぞれわずかに異なる色素が含まれているので、自分と完全に同じ色の目をした人はいないのです。メラニン量は3つの特定の遺伝子に影響を受けて色素が決定されます。青と緑色の目の人は瞳に含まれるメラニンが少なく、逆にメラニンが多い人は茶色やヘーゼル色のように色が濃くなります。稀に美しい深い黒の目をしている人もいますが、これは多量のメラニンによって引き起こされる目の錯覚に過ぎません。自然界には完全に真っ黒な瞳は存在しないのです。この色の目はかなり暗い色に見えますが、実際には暗褐色なんです。研究によると、目の色素はどんな色をしていたとしても視覚に影響を与えています。目の色が明るい人は光に敏感で、晴れた日には不快に感じることさえあります。目の色が薄く、外に出るときに目を細めなければならないのなら、サングラスをかけるのをお忘れなく。瞳は目を太陽光線から保護するために色素を含んでいます。ですがメラニンには天然のサングラスのような機能があるため、暗闇では目の色が濃い人よりも物がよく見えるのです。逆に目の色が濃い人は日中の明るい光にうまく対応できます。
目の色が濃いと車のヘッドライトによって目がくらむことが少ないので、夜間も自信を持って運転することができます。周辺視がほとんど白黒なのは網膜の錐体視細胞が網膜の側面よりも中央に集まっているためです。女性の方が男性よりも多くの色を区別できますが、それは女性に X 染色体が2つあるのに対し、男性には1つしかないためです。ちなみに染色体の1つに問題があったとしても、女性は色を正しく見ることができるので、女性が色覚異常になることはあまりありません。フラッシュを焚いて写真を撮ると目が赤く映ることがありますよね。これはカメラのフラッシュが光るときに目が光に露出される準備ができていないためなんです。そのため瞳孔が拡張したままなので、光が脈絡膜の赤い血管に反射しているのです。ちなみにこれは網膜に栄養を運んでいる目の後ろにある組織の層のこと。時々目の前に奇妙なハエのようなものが見えるのは飛蚊症が原因です。これは目の小さな部分に構造上の血管があり、光が遮られることで発生します。年齢とともに悪化していきます。人間は起きている時間の約 10% を目を閉じて過ごしています。これは瞬きをしている時間です。人間はコウモリやイルカのようにエコーロケーションをすることができます。特定の訓練を行うと、完全な暗闇の中でも物体に当たって跳ね返る音を頼りに周囲を分析することができるようになるんです。約 6% の人々は眼球を素早く細かく動かすことができます。でもこれは目に問題があるわけではなく、ユニークなトリックなだけです。まつげの主な役割は、目を砂や湿気やホコリや空気中にあるものの破片から保護するということ。まつげは目に向かって虫が飛んできた時のように、目に何かが近づきすぎたら瞬きの反射を引き起こします。瞬きには涙点に中に入った小さな粒子や破片を洗い流す効果があります。これらはまぶたの角にある小さな穴のことで、ここから涙が出るようになっています。眉毛には汗が直接目に流れ込まないようにする効果があります。それに加えて肌と骨の形で汗が横に流れる仕組みになっているんです。玉ねぎにはプロパンチアールオキシドと呼ばれる特別な化学的刺激物が含まれています。そのせいで玉ねぎを切ると涙腺が刺激され、涙が溢れ出てくるのです。鼻のことを過小評価している人も多いと思いますが、鼻がなければ食事を味わうことすらできないんです。食べ物の味の約 80% は鼻と匂いを認識する能力のおかげ。その証拠に鼻をつまみながら物を食べるとほとんど味がしません。食べ物の匂いがしないと主に食感から食べ物を味わうようになり、玉ねぎを食べても新鮮なリンゴを食べているように感じるかもしれません。科学者たちは人間が約1万種類の匂いを区別できると信じていましたが、それは大きな間違いでした。最近の研究によると、人間は1兆種類以上の匂いを嗅ぎ分けられることが分かったんです。そして他の感覚よりも記憶に刻まれやすく、大昔の記憶を呼び起こすんです。鼻には呼吸や匂いを嗅ぐ以外にも、敏感な喉や肺に吸い込まれる空気をろ過する効果があります。乾燥した空気を吸い込んでも鼻のおかげで空気が湿り、温度が調節されます。また汚れた空気をきれいにする効果まであるんです。常に両方の鼻の穴を使って息をしているわけではありません。呼吸するときは主に片方の穴しか使っておらず、それが数時間ごとに切り替わるようになっているんです。 18% の人々が両耳を同時に動かすことができ、 22% が片方の耳を動かすことができます。これは猫のように耳を動かすことのできた祖先から受け継いだ能力なんです。世の中には頭の中で轟音を立てられる人々がいます。耳や顎を緊張させると耳にある小さな筋肉が作用し、食べ物を噛んでいる時のように大きな音を弱められます。一部の人は逆にその筋肉を緩めることで轟音を作り出すことができるんです。歯は人体で唯一回復することのできない部分です。驚かずに聞いてください。人の体は毎秒2500万個の細胞を作り出しています。というわけで計算してみましょう。15秒もすればアメリカ合衆国の全人口に相当する数が生まれます。最近生産性がないな自分と落ち込んだ時にでも思い出してみてください。
体重の 2% しか占めていないにもかかわらず、我々の脳は血液の酸素の 20% を使用します。また覚醒時の脳が生み出すエネルギーは電球一つを点灯させることができます。人体の中で最大の臓器は何でしょう？実はこれ人の皮膚なんです。そしてその皮膚が最も分厚い場所は手のひらと足の裏。ああそうですね、ホコリのはたき掃除って面倒です。ところでテレビのスクリーンの表面に集まるホコリって誰が生み出しているかご存知ですか？人の体は1時間ごとに60万個の小さな粉として皮膚組織を落としています。というわけで皆さんのお宅のホコリのほとんどはそういうことなんですよ。みんな誰しも粉っぽいってわけです。キューピッドの弓と呼ばれる唇の特徴、美形の条件でもありますね。体の見た目は生まれる前から発達を始めるわけですが、実はこの唇の上のへこみ、左側と右側で分かれていた顔が合わさっている場所だったりします。人間の場合は目立たないラインですが、犬の鼻を見ると縦に線が入っているのが分かりますね。そう、犬の顔も同じように出来上がっているのです。皆さんが生まれた時の骨の数は今よりも多いってご存知でしたか？人はおよそ300個の骨を持って生まれますが、いくつかの骨は年齢とともにくっついていきます。そのため成人の骨の総数はおよそ200個にまで減少します。歯は骨格の一部ではあるものの骨ではありません。見た目も特徴も似ていますが違うのです。なぜ混同が起こるのかというと、骨と歯には共通点が多いから。例えば主な成分がカルシウムであるというのもその一つです。厳密に言うと人体のカルシウムの 99% は歯と骨に集中しています。残りの 1% は血液中に流れています。では歯と骨の大きな違いは何でしょう？それは治癒能力。骨は自分で治癒する能力を持っていますが、歯にはそのような力がありません。歯に専門の医師がいるのはそれが理由です。人はそれぞれ指紋が違うだけでなく舌の模様も違います。人の舌の表面に存在するおよそ1万の味蕾の分布パターンは人それぞれ固有のものとなっているのです。私たちが味だと思っているものの 80% は実は匂い。味覚と嗅覚を組み合わせることによって味の感覚が生まれます。これは人の味覚よりも嗅覚の方が1万倍優れていることに由来しています。今度好きな曲に耳を傾けるときは自分の心拍数を意識してみてください。どうでしょう？音楽を聴いている間、人の心拍数はそのビートに合わせるようになっています。ちなみに心拍数といえばその平均は毎分75回と言われています。人の心臓が1年の間に送り出す血液はオリンピックプール1面分。また全ての血管をつなぎ合わせると地球を4周する長さになります。実際にやると痛いのでやらないように。地球の動物の中で顎を持っているのは人だけ。その存在意義については諸説ありますが、顎の力を強くするためではないかと言われています。進化を続けた人はそれに伴って歯と顎が小さくなっていきました。そこで顎を強化する必要があったのです。目の透明な部分は角膜と呼ばれ、目はそこから光を取り入れています。またこれは血液から養分を得ない唯一の器官でもあります。その代わりに角膜は周囲の空気から酸素を得る仕組みになっているのです。健康的な体の脂肪をすべて集めると石鹸を7つ作ることができます。生涯に生み出される唾液の量はスイミングプール2面分です。まさによだれの海。人が生涯に食べる量を計算してみましょう。平均的には3万キログラムと言われています。言い換えると象6頭分。これはすごい。人体には常に2キログラム弱の微生物が存在しています。でも病院に走るのはちょっと待って。ほとんどは善玉菌で消化や免疫など体の機能を助けてくれるものです。身長を正確に測りたいのであれば朝に測りましょう。目覚めた時の身長は1センチメートル程度高くなっています。これはなぜかというと、日中立って生活する人の脊髄の軟骨が押しつぶされるため。寝る頃には身長が縮んでいるのです。人体では常にエネルギーが生み出されているため体はかすかに光っています。
あまりにもかすかなため目では見えません。しかしこうしている間にも人は皆輝いているということになります。コメディアンで作家であったマーク・トウェインはかつて人は唯一顔を赤らめることができ、またその必要に迫られる動物であると言っています。確かにその通り。まあ全員が全員顔を赤くするというわけではありませんが、そうする人は様々な程度で顔を赤らめます。そこには進化上の理由が存在しています。顔を赤らめる行為は言葉を使わずにコミュニケーションを取る行為。言うなれば喜んだりした時に犬が尻尾を振るようなものです。顔が赤くなっている人は恥ずかしがっているという意味合いが伝わるわけですね。寒い時に体が震えるのも似たようなものでしょう。人の目がカメラだった場合、その解像度は576メガピクセルになります。また世界の見方は人生を通じて変化していきます。生まれたばかりの赤ん坊はしばらくの間、世界を逆さまに見ています。脳は目の網膜に映る逆さまの像を補正して世の中を見ているのですが、生まれたばかりの脳にはまだその機能がないのです。毎週の有酸素運動やウェイト運動を楽しんでいる皆さん、体で最も強い筋肉はそのあたりにはなく顎にあります。人の顎はくるみ割り人形のような構造になっており、できるだけ小さな力で大きな力を生む構造になっています。最速の筋肉は目にあります。あまりにも早い出来事に対して瞬きをする間にという言い回しが生まれたのもうなずけますね。鼻にはリセット機能があるってご存知でしたか？これはくしゃみをするたびに起こります。くしゃみは吸い込んで鼻に溜まった塵を外に出すための動作、体を守るための機能なんです。小指は指の中で一番弱いと思いきや、実は手の力の 50% を担っています。人があくびをする原因はまだ分かっていません。ただ他にもあくびをする動物はおり、例えばヒヒやモルモット、魚の一種などはあくびによって他の動物に近づくなと警告する習性を持っています。ペンギンは求愛の最中にあくびをし、ヘビは美味しいものを食べた後であくびをします。なんだか満足げですね。一説によるとあくびは酸素を取り入れる動作とも言われていますが、他には体温調節のためではないかという説もあります。結論はまだ出ていません。耳と鼻は生涯成長を続ける器官です。一方目の大きさはほぼ変わりません。角膜の大きさは生後3ヶ月程度でフルサイズになります。